阪神、38年ぶり日本一。阪神38年ぶりの日本一おめでとう。今年の阪神は間違いなく強い、選手も監督も日本一よ。生きてる間に阪神が日本一になれる日が来たのか。阪神優勝、85年以来、よかったよかった。おーん、阪神優勝や。トラホー、阪神38年ぶりの日本一。阪神優勝したから明日祝日でいいんじゃないかな。もう生涯見られんかもしれんからな、阪神日本一なんて、歴史や歴史。正直今シーズンの頭には、日本一になるとかちょびっとも思ってなかった。さあお前ら道頓堀に飛び込む準備はできてるか？道頓堀のバカとも押さえとけ、飛び込む奴は阪神ファンじゃないと思ってる。阪神おめでとう、オリックス相手に総力戦勝てるの本当にすごい、岡田は普通に大名将。シリーズで打たれた投手を最終戦で起用する岡田監督さすが、打たれたイメージでシーズンを終わらせないために。シリーズやったなぁ、阪神も折りも強かったで。岡田監督さすがや、去年の自分に2023年には38年ぶりの日本一になるよ、教えてあげたい。阪神日本一、岡田監督の時でよかった、さすが名将。岡田監督が選手の時に優勝して以来か、感慨深いな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。